こんにちは。新大リーメンバー、独協大学英語学科3年の高橋鈴香です。じゃあちょっと自己紹介は、名前だけお願いします。星翔です。宮下ゆかです。渡辺こりさです。本日は、就活予備校3限目ということで、今回は業界研究のやり方について、2限と同じく、ポジュールの田中さん、斉藤さんに教えていただきたいと思います。まずはじめは、業界研究をするとどういうふうに就活の役に立つのか、業界研究の目的を教えていただきたいです。この先こう社会に出て働いていくとか、お金を稼いでいくとか、自分の仕事が誰かのためになっていくっていうのを考えた時に、世の中ってなんかどんな仕事があって、どういう人たちが働いてて、どうやってお金が回ってるのかっていうのを知っておくっていうのは、なんかこう社会を知るとか、この先生きていく上でなんかすごく必要な知識とか経験になってくるのかなっていうふうに思うので、絶対にこの業界に行くっていうところを決めるために業界研究をするっていうよりは、これから自分たちが出ていく社会ってどんなもんなのかっていうのを知りに行くっていう意味で、業界研究とかを進めていくと、なんかこうイメージが湧きやすいのかなっていうふうには思います。自分の、まあ、やりたいこととかも多分絡んでくるとは思うんですけども、なんかその自分のさっき軸を考えた時に、まあ、何が何でも給料がそんなに上がらなくてもやりたいことをやりたいんだったらそれでもいいし、そうじゃなくってある程度お金を稼いでいきたいって思うのかっていう、その自分の優先順位があると思うんですけども、それに対して業界もやっぱり比例すると思うんですよね。すごくやりがいがある業界だけれども、どうしても先細りの業界だっていうのもある。例えば印刷とか、まあ、このコロナの状況では旅行とか航空とか厳しいかもしれないけれども、何が何でもやりたいだったらそれでいいと思うし、そうじゃなくってどんどんお給料を上げていきたいっていうことであれば、最先端の技術を扱ってる業界って何だろうみたいな見方もできると思うので、そこの自分のやりたいこととか希望と、その先の業界の未来ってどうなってるのかなっていうのをこうマッチさせるっていう意味でも、業界分析って意味あるのかなとは思っています。業界分析のやり方っていうのを教えていただきたいです。ぶっちゃけ就活サイトとかで調べちゃうのが早いと思います。やっぱり世の中が変わっていってるので、完璧に全てを知ろうとする必要はないのかなと思っていて、なんとなくこう傾向をつかんでいくっていうことを、そういったこう就活ページとかでできればいいのかなって思っているのと、じゃあその業界の未来というか、どの業界が伸びそうかとか、まあ、きっとこう気にしていったり不安になったりとかすると思うんですけど、私もキャビンアテンダントの友達とかいますけど、その子たちが私と一緒にこう就活した時って、別にコロナなんて誰も何も流行ってなかった時になったけど、こうなってしまった時に、やっぱり今って彼女たち仕事がなくて、やっぱりすごく悩んでたりとか、転職するかどうかっていうのを悩んでるけど、そこって誰も分かんなかったよねっていうのも一個あると思っていて、ある程度これぐらいお給料って伸びそうな業界だなっていうのは過去のデータたちから見えてくるところはあると思うから、そういったところを見つつも、何が起こるか分かんない世の中だっていう前提で、そういう準備をしておくみたいな感じの方がいいのかなっていう気はしています。ある程度なんかこうその業界でお金が入る仕組みを理解しておくってことは結構大事かなって思って、例えば人材業界だったら私たちが商品になるというか、はい、私たちが無形のものを売っていく、会社にとってお金が人件費しかほぼかかんないっていう、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれないけど、けど逆にメーカーとかものづくりをしなきゃいけない会社って、あちこちに土地を買って工場を建てて設備投資をしてっていう、そもそもお金がめちゃくちゃかかるし、材料費がかかってそれを加工してで利益を出して売らなきゃいけない、でその利益が会社のお金になるっていう感じだから、売り上げが全部お金になるわけじゃないんですよね、会社にとって。こう設備投資とか工場費とかに取られたこの余りが従業員の人件費になるっていう仕組みだから、上がりづらいといえば上がりづらいとかみたいな仕組みを知っておくっていうのは、こう世の中を知る上で大事かもしれない。だコンサルとかって高いのなんでって言ったら、コンサルも人しかいないから。どのような業界でどんな人と関われるのかっていうことを、どうやって勉強したらいいのか教えていただきたいです。まあ、さっき斉藤も言ってたような、まあ、事業内容とかのところを含めて、じゃあどういうあの取引先があるんだろうとか、お客様があるんだろうっていうのを知っていくもそうだろうし、あとは自己分析の部分で自分がそのモチベーション高く保てた時とか、頑張ったことっていうのを思い出した時に、その時って周りにどういう人がいたんだろうっていうのを思い出して、そこにいた人が多分自分が関わりたい人だと思うので、じゃあそれって仕事で言ったらどういう人たちなんだろうっていう、なんか2つの考え方っていうのが使えるのかなって思って。
私自身今あまり完全に業界を絞れてないんですけど、人材だったりあとは製薬の業界に今興味を持ってやります。そこでたまに人事の方だったりとかからキラキラしているように見える人材だったんだけれども、実際はすごくこう人の人生だったり命を左右するお仕事なんだよっていうことも言われたことがありまして、そういった実際の業界におけるリアルみたいなところはどのようにして知ることができるのかっていうのは教えていただきたいです。一番早いのはどんなやり取りしてるのかとかは、その会社のその人の働き方が分かって、じゃあ業界分析、これからこの動画を見て皆さん一緒に頑張っていきましょう。斉藤さん、田中さん、ありがとうございました。ありがとうございました。